はい、皆さんこんにちは、下田裕介です。今日のテーマはですね、サブスクってなんだっていうのでちょっとお送りをしていきたいなと思うんですけど、まあ、最後まで見ていただくとサブスクのメリットデメリットが分かるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。サブスクなんですけど、 Uber Eats とかでサブスク始まったので、まあ、その辺もちょっと触れてみたいなと思うんですけど、結構ですね、まあ、サブスクリプションサービスって言って、通称サブスクなんですよね。で、結構スマホの普及とかで最近結構皆さんが耳にする機会が増えてきたんじゃないかなというふうに思います。で、そもそもサブスクってなんだってのでこちらにまとめましたと。まあ、サブスクって簡単に言うと、まあ、定額料金支払うことによって、まあ、一定のサービスを一定期間受けることができますよっていうサービスです。簡単に言うと、本来こうサブスクリプションサービスってもともとは紙媒体とかだったんですよ。僕も昔やってたんですけど、定期購読とか、予約購読って言った意味があったんですね、もともとは。で、ただそれがこう近年はネットがすごい普及してきたので、なんかみんなの認識として定額制のサービスイコールサブスクみたいなのが、まあ、大体認識されてるんですけど、まあ、イメージ的にはそれでいいと思います。なので本当は紙媒体として、まあ、一定のこう新聞とかああいうのも、サブスクリプションサービスとしてありましたよっていうのがあって、まあ、それが大体こうネットの方であらゆる業界で今このサブスクっていうのが導入されてきたというような事実としてあります。なので、まあ、僕が普段使ってるこういう携帯電話とか、これも元々は重量課金制だったんですか、インターネットも。で、あれが途中からこうかけ放題とかでネット使い放題っていう風になって、いわゆるサブスクモデルに変わってったんですよね。で、企業からするとサブスクの方がいいんですよ。なんでかというと、いわゆるこう稼ぎ方として、毎月フローで稼がなくてよくてストックなんですよね。なのである程度顧客が増えてくれば増えるほど固定収入が入ってくるので、経営も安定するっていう面から、やっぱこのサブスクモデルの方が経営としても安定するので、会社としてはやっぱりすごくやりやすいっていうのもあるし、まあ、依頼者にとっていわゆる顧客からしても、それを利用する人にとってもこう定額でやることによってまあ安心です。僕もやっぱり最初インターネットが当初出た頃って、携帯ってこうビクビクしたインターネットを使ってて、今月やばいパケットやばいみたいなのがあったと思うんですけど、だいぶそれが今じゃないじゃないですか、そんなこと。なのでユーザー側にとっても安心してどれだけ使っても安心だっていうので、まあ、そこのコスパを安く感じられるし安心感があるっていうことで、このサブスクは、まあ、両者にとってメリットがあるよっていうところなんですよね。これからの時代はやっぱりそういう意味ではサブスクが基本的なモデルになってくるのかなというふうに思います。サブスクリプションサービスの最大の特徴は定額制っていうことなんですけど、やっぱいくら使っても定額ですよということで、例えば、まあ、できるだけこう予算を抑えて趣味楽しみたいとかいう人にとっては、まあ、すごいぴったりの内容かなと思います。で、今回ですよ、 Uber Eats でサブスクが8月の8日から始まりました。僕もですね結構利用するんですよ。僕ここ今いる場所って、東京都港区赤坂なんですよね。赤坂なんですよ。で、赤坂ってあんまりご飯食べるとこないですよ。ご飯食べるとこがないので、結構僕は Uber Eats を利用するので、で、 Uber Eats のその Eats Pass っていうのが、サブスクの内容なんですけど、まあ、どういう内容かっていうと、まあ、月額980円でいつでもどこでも配送手数料0円になりますっていうサービスです。めちゃくちゃ便利だと思います。なので、まあ、1回の注文が1200円以上ないとダメなんですけど、だいたい1200円ぐらい超えるんですよ。で、しかもこれって Uber Eats 使う人、利用する人って、まあ、僕の感覚的にはある程度ちょっといい人、いわゆる経営者層とかめちゃくちゃ使ってると思うんですよね。で、やっぱ普段より高くなってるじゃないですか。で、僕も回数めちゃくちゃ使うので、そういう人にとってはすごくお得なシステムになってるんで、僕はこの Uber Eats のサブスクは絶対成功するんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、その他、まあ、代表的なものとしては、まあ、動画配信サービスとか音楽配信アプリとか、結構そういうのが多いかなというふうに思います。例えば Amazon プライムとかも、僕もよく Amazon プライム見てますけど、あれもやっぱり毎月、ね、500円で映画見放題みたいないう風になってます。で、ただ、まあ、これサブスクのデメリットというか、サブスクリプションサービスってあくまで決められた範囲内でしかないんですよね。例えばさっきの Amazon プライムで言うと、まあ、例えば最新の映画が見たいとかいう風にあった場合は一定の追加料金が必要になったりとか、それはサービス外なので別途料金かかりますよみたいなのが入ります。なのでやっぱりこうサービス内容をきちんと確認するっていうのが重要になってくるし、まあ、一応こう自分がどのくらい使うのかっていうのを必ず確認をしておくっていうのが必要になってきます。サブスクって結構スマホ1台でその場で契約できたりするので、気軽に申し込みできるんですよね。なので
こう昔みたいになんか申し込み用紙書いてとか、解約紙書いてみたいなのがなくなったので、だいぶこのスマホの決済が増えたっていうのがサービスを後押ししてるのかなっていうのがあります。なのでサービス自体も結構やっぱり進化していってて、例えば聞き放題、映画見放題もだし、最近だとジム通い放題とか結構そういうのもありますね。自分本当にサービス受ける側にもなってきてるのかなと思うし、ある意味僕らの修行の世界でも同じような動きになってるのかなと思って、例えば顧問契約の相談し放題みたいな、もうそういうのもまさにサブスクの一個かなというふうに思ってます。サブスクを使いこなすコツとしてはですね、自分がどのくらい使うかっていうのを見極めてほしいんですよ。動画配信サービス、ネットフリックスとか、Amazon プライムってあると思うんですけど、料金プランって大体2種類あって、大きく分けるとこっちなんですね。ドンと、グレードによって月額料金が異なるパターンがまあ1番です。で2番目は年間プランなので安くなるっていうパターン、どっちかなんですよね。例えば1番だと、支払う金額によって受けれるサービスが変わってくるんですよ。例えば Netflix だったら3パターンぐらいあるんですよね、画質が良くなっていったりとかっていうのがサービス内容の変化で、逆に、僕とかは Amazon プライムだったりするんで、 Amazon プライムの場合は、月額プランだと500円なんですよね。で年間プランで申し込んだら4900円なので、ちょっとだけお得なんですよ。年間プランの方がだいたい1100円ぐらい安くなるんで、どっちがいいかなっていうところなんですよね。で例えば自分はもうめちゃくちゃ質にこだわりたいとか、サービス内容を検討した結果、高額な方がいいのか、それともいやあんま使わないから別にいいかなと思ったりとか。なのでまず料金プラン1、サービス内容で買ってくる場合は自分がどのくらいの内容を求めるのかをまず検討することがサブスクをうまく使う上でのコツで、2番目の、料金プランがこうまとめた方が安くなる場合は利用頻度を基準として考えていく。自分が1回しか使わないなら都度で払った方がいいし、いや1年間以上絶対使うっていうんだったらまとめて契約した方がお得なので、その辺は皆さんがどういう風に使っていくのかっていうのが、大事になってきます。で注意点がやっぱりあって、サブスクってすごく一つずつ見るとめちゃくちゃ便利なんですよ。コスパいいんですよ。こんだけお金払って動画見放題なのとか、ジム通い放題めちゃくちゃいいじゃんっていうのあるんですけど、やっぱり僕が家計相談とか受けてよく思うのは、全然使ってないサブスクあるよねっていうの多いんですよ。なんか確かに1個ずつ見るとコスパもいいし便利なんですけど、これ本当に使ってますかと、いやなんかもう放置してましたっていう方も結構多くて、やっぱり便利すぎる反面しかも安いからもうなんかこうあんまり気にしませんでしたで、気づいたら意外とサブスクの頭にいて固定費重くなってますみたいな家計の支出ってやっぱりたまにあるんですよね。なのであんまりこう自分が定期的にサブスク使ってるか使ってないか、いやこれ考えたら都度払いでいいよねみたいなのはあると思うので、その辺をうまく見直していくとちゃんとサブスクとうまく付き合っていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ自分が定期的に使ってるかどうか見直してください。そしてあとサービス内容、これは本当にここまで必要なのか、いやもう一段階低いサービスでもいいんじゃないかみたいなのはあってもいいと思いますし、でもこれからこのサブスクリプションサービス、通称サブスク自体はずっと普及していくので、皆さん今からうまく使いこなしてみてください。ということで、Twitter でも情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。